おお強っ、頼もしいね。やっぱラジェットさんがね、あの欧州星組の時代からもう本当に一番頼りにしていたっていうのがね伝わってくるよね、こういうワンシーンからもね。アイテムが、アイテム整理がやっぱちょっと辛いポイントなんだよな。1ジームぶん投げておいて、あ、スバルさん罠発見、あーナイス、腐敗蒸気、お弁当腐るもんな腐敗蒸気とかって。あー、でまあここはもう次のフロアにどんどん進んでいこうか。これあれか、悪年期だな、桜大戦5に出てくる雑魚敵ですよね。と進んで、多分そうだな、やっぱさっきも予想したけれども、このコンクリートで舗装されてる場所は罠がないよっていう意味なんだろうね。アイテムいっぱいあるってことはここモンスターハウスじゃないですか。アイテム今そうだよな、自分が今いっぱいアイテム持ってるから拾えないんだよな。やめと、やっちまいな。なんでスバルさん入ってたの。行こう、必殺やってもいいけどさ、どんぐらい倒せんの。一応まあ隊員が行ったからちょっと行かないわけにもいかないしな。お、片付いた、片付いたのナイスだな。じゃあ、欲しいアイテム狙って拾っていこうか。ひらめきの風刺ちょっと気になるな、これどんなアイテム。あ、読むとしばらくの間連れてる仲間は新しいスキルを習得しやすい、これは欲しいね。そうか、もうこの場で読むとかもできるのか。じゃあやるか、読んで習得しやすくなって、これなんだろうな、2個あるかな、1個飲んじゃう。エネルミーナイス、回復、おお、これはちょっといい当たりだね。やっぱすごいな、スバルとサジータどっちも攻撃力があるから、昔を思い出す、かっこいいな。あー、仲間呼んだ。まあでもスバルさん、いらっしゃ。いやー強いボイスだね、なんかたくましいね。あとはスバルさん今体力削れているのでエネルミンを投げて信頼度上げつつ回復していく。フロントガード、どんなやつかな。フロントガードは正面を防御することに特化した盾か。はあ、はあははあ、なるほどね、あんまいらなそうだな。イフエールか、足元にあるイフエール、呪われてんのか、呪われてたらちょっといらないかな。あとは邪魔だ、お、いいね、スバルさん罠拾ってくれるね。こんなもんじゃない、こんなもんじゃない、でこれで進みましょうか。進め、割に合わない仕事だね。うわ、モンスターハウス連続だな。赤い点がマップいっぱいあるもんね。スバルさんのこの狂い咲き結構いいな、混乱させるっぽいんだよね敵を一気にね。うわー、広い範囲、広い範囲すごいな。あとは呼吸を合わせろ、イエス、うん、やっぱこの2人が攻撃加わると結構強いな。やっちまいな、イエス。ラッキーなのは水に背を向けてるから、やっぱショースは気持ちがいいね。背中側は取られないんだよな。邪魔だ。どうかな、ちょっと厳しくなってきた感じもあるな。いなくなっちゃってもいいんだよな。帰還しようか、帰還しよう、帰ろう、さよなら。こんなもんでしょ。とりあえずセントラルパークの10階まで進んだのか。はいはいはい、まあまあまあこんなもんでしょうかね。シンジロ浮いてるな、あのなんで浮いてるかっていうのがこれ説明した方がいいと思うんですけど、この冬の帯輪っていうのがあるんですよね。で使うと浮くんですよ。だいぶなんか滑稽な感じになってるんですけどね。ちょっと、見回り行きましょうか。
でね、見回り行くとね、ちょっと裏でいくつか作業してたんだけど、帝都編でもやったようにちょっとしたダンジョンができるんですよ。いや、リカどうしたの？あ、進次郎、ご飯食べに行くところだ。ビレッジの先にうまいご飯の店があるらしいぞ。うまさ伝説級らしいぞ。進次郎も行くかって言って、ちょっと3フロアぐらいのね、ダンジョンに行けるんですよ。でね、それでこの冬の指輪っていうのは結構重要なので、浮遊してるから話しかけられん。ちょっとね、それをやっていきましょうか。じゃあクエストいきましょうか。滑稽だよな。またマップちょっと出しながら進みますね。で、これ画期的なのが、ちょっと今画面がピョって動いたと思うんですけど、B ボタンを押しながら進むと、次の行き止まりまで進めんですね。あ、猫ババンだ。ちょっと邪魔だな。猫ババンは、お金盗んでるから嫌なんですよね。結構ね、このクエストダンジョンやっていて、アイテム収集とかしていてね、まあ、それなりにストックはできたかなっていう感じはあるんだよね。で、このクエストダンジョンも多分、3フロアか4、おー、理科ナイス。そんな罠が足元にいきなりあったのか。じゃあ冬の指輪装備しておいて、冬の指輪あれば進次郎自身が踏むことはないからね。めっちゃこのダッシュ便利なのよあ、階段あるな。どうしようかな。あ、そうそうそう、ここここ、これなんですけど、今マップに出てるように進次郎がここにいて、で、赤いのがこれ、スタートボタンが分かりやすいな。ここに火がめっちゃ出てくるやばい兵器があるんですよねで、ここにもあって、で、ここに鉄球の罠があって、階段があるんですけど、階段までの道がこう水で遮られてるんですよね。だから全然行けないんですけど、さっきのその進次郎の冬の指輪っていうのを装備して、で、その後にリカリッターがちょっと罠に引っかかっちゃうから、リカリッターを置いていく命令をして、で、その後、こうかな。火をかいくぐりながら、もうこれなんか解説プレイみたいになってるもんね。実況っていうよりも。で、次にこの火も、斜めと縦と横に発射してくるから、斜めで火を避けて、火避けて、マップが映ってるから分かりやすいよね。で、その後この水をこう浮遊してるから浮いていけるんですよねもうなんか完全攻略してるもんな。で、するとダンジョンのゴールに武器があると、いつも板前包丁だなこんな感じで地下道をクリアできるんですねお疲れ様、リカ。さ、戻ろうか。あーっていう、なんか意外にあっさりした終わり方になっちゃうんですよね。こんな感じです。冬の指輪で、ちょっとね、ダンジョン裏作業でやってって、ちょこちょこ武器を、こういうね、板前包丁みたいな武器を集めたりとかしてました。サジータさん。どうした進次郎。私の力が必要かい？さ、3人の支店に行くよ。進次郎、準備はいいかい？あ、そうだ。そこの地下倉庫に変な奴らがいてさテントから来たとか、アイテムを預かってるとかって言ってたよ。勝手に来たっていう設定なんだね。気になるなら見に行っておらんよ。そうですか、わかりました確かにここに香山隊長と与木彦さんいるもんねあら、私に会いに来てくれたのって喋ってね、アイテムを預けたりとかしてくれるからねさあ、じゃあ見回りもやっとくか。ニューヨークシティもちょっと一回行ってみようか。シアター前行ったからね。さて、ちょっと街の様子を見に行こうかな。セントラルパークは誰もいないみたいだな。もっとね、この見回りっていうのが中身が濃ければいいんだけどな。お？あ、ダイアナさんの家だね。あら、タイガさん、こんにちは。こんにちは、ダイアナさん。お体の調子はいかがですか？大丈夫です。タイガさんはいつもお優しいですね。ダイアナさんがね、一人暮らしして、もうすっかりこの部屋での暮らしが定着した頃だろうな。5で言うと5話でここに引っ越してきたんだよね。そうですね。なんだか照れますね。じゃあ、僕はこれで失礼します。
こうやってみんなの家訪ねたりしてるんだな、進次郎。なんかほっこりするな。気使ってみんなの家ね。お、ロマン堂も行けるんだね。ロマン堂だ。特に異常は。お、加山さん、ここでも会えるね。加山さん、器用だな。ついさっきまでテートにいたもんな。この地震がね、帝都ニューヨークパリで起きるっていう事件の時に簡単に行き来してんだな。どうやってんだろう。よ、進次郎、ちょうどいいところに来たな。実は帝都から最新式の、お、回答式遊戯機、スロットマシンですね。ワンプレイ金100でいいぞ。どうだ、遊んでいかないか。まあこれ当たんないんだよね、一応やるけどね。目押しとかできんのかな。ジェミーいいか、違った、サジータさん、あ、できないね、全然ダメだね。あ、でもちょっと惜しかったな。ダイアナさん2つだったな。揃ったら何なんだろうな。お、路地裏に誰か来た。あ、あ、どうもどうも、ジンジン久しぶり。シンジロー久しぶり。暇ならバスケしていかない。できんのかな、本当にできんのかな、これ。あんまり得意じゃないけど、よーし、やるぞ。腕力が1上昇した。あー、いいね。ジンジンとかと会えるのもいいね。へー。ケンタウロスのメンバーこうやって会えるのかな、みんなに。ちょうどサジータさんもいたしな。よし、じゃあ出撃しましょう。まあ、前回トライした時の分があるから、まあ、基本的には、ある程度はカットかな。もう結構ね、皆さんも見てきて、ダンジョンでやっていく感じが、見慣れてきたかなと思うので、面白いこととかあればぜひやっていきたいなと思うけども、大まかな部分は結構カットしてしまうかもしれませんね。結構このシンプルだけどセントラルパーク綺麗だよね。この DS の当時のこの表現いいよな。一応あれつけよ、冬の指は罠を踏まないように進次郎が浮いてる状態にできますね。こいつ強いんだよな、牛刀器っていう敵から。一発で20ぐらいのダメージやってくるから、必殺技でどんどん処理していかないと結構ね、意外にもう倒れそうになるんだよね。あ、アイテムいっぱいある部屋だな、ここいいな。あ、しまった、猫ババンか。猫ババンお金盗んでくんだよな。アイテムこれで冬の指輪外して、猫ババンもう一回会えるかな。猫ババンどこにいるかな。900も盗まれたらちょっと許さん。あ、いた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 、こいつかな。こいつから、うん、取り返したね。スバルさんの攻撃、敵をどんどんすり抜けるから結構見てて面白いんだよね。何こいつ。こいつなんだ、プチメイジ。あんまり強くなさそうだな。何もん？あ、冬のロッド。ほー、なるほど。こうやって何か余計なことをしてくんだな。でも冬してるとこうやって水の上も行けるようになるからな。あー、浮いちゃう浮いちゃう。今は便利だろうけどな。あー、でもスバルさんがちょっと疲れちゃったな。スバルさんおいで。スバルさんと一緒に来て。サジータさん、イエス。このゴーレムっていうのを倒すとさ、やっぱ少佐は気持ちがいいね。なんか土器が出てくんだよね。あー、土器壊しちゃった。何なんだろうこの土器って。呼吸を合わせろ、イエッサー。すごいな、進次郎がもうなんかする前にスバルさんとサジータさんが先にリードして強力攻撃発生させるもんな。この番犬の盾ってなんだろう。あー、なるほど、帝域のマスコットが描かれた盾。あ、アイテムやお金を盗まれないようにしてくれるんだ。へえ、装備しよう。せっかくだから。あー、フントだ。ちゃんとフントがいるね。いいな、これ。で、今、6階か。ここも、ハウスの罠って何？この罠にかかるとなんとその部屋がモンスターハウスになってしまう。あぶねえ。スバルさんよく解除してくれたな。これは土器って何なんだろう。さっきからいっぱい出てくるけどすぐサジータさんたち壊しちゃうんだよな。なんか意味がありそうなんだけどね。
階段が目の前にあるとすぐ進めるからいいね。視界にある全ての対象を殲滅する。おー、モンスターハウスか。そうか、これ赤い点々今マップにして映ってるの全部敵だね。いやーちょっと厄介だな。あーなるほどね、階段どこにあんのかなとかって探そうとしてもこれ以上遠くは探索できないのか。なるほどなるほど。あ、階段あるね。どうしようかな、もうさっさと進むだけ進んじゃうか。そんなにやっちまいな。今もう持ち物がいっぱいだからアイテム拾おうみたいなこともできないしな。進もう進もう、早くサギーさん見つけなきゃいけないもんな。ストーリーもいい加減進めたいしね。お、なんか遠吠えの罠だな。でもこのゴーレムに囲まれたことで土器になんかできるかな。あーなるほど、呼吸を合わせろ。イエスト、土器にあの妖精みたいなのがくっつくとまた元のゴーレムに戻るんだ。あーはーはー、そういうことね。なるほどね。じゃあ早く土器を破壊しないとまたこの強いゴーレムってのに戻るわけだね。なるほど、そうかそうか、仕組みが分かったな。プリンの罠ただ単にプリンが落ちてるだけなんだよな。何なのこれ。お、結構罠あるな。スバルさんのおかげでかなり見つかってるね。お、サジータ L 字歩行、どんなスキル。サジータさん、L 字歩行って何。これ説明、上の画面だね。通路の角などで本来なら移動できない斜め方向に移動できます。へえ、こういう角っちょとかでサジータが一気に斜めに来ることがあるってことか。はあ、冬の指を外して階段で進んで出た青いな、こいつすぐ料理してくるもんな。なんかいいアイテムを料理してくれたらいいんだけど、大事なものも結構いっぱい持ってるからできればちょっと逃げたいね。サジータの帰還の風刺は釜飯弁当になってしまった。おー、急に3段階上がったな。このダマスカスソードってのはなんか見てるとね、鍛え抜くことでとある幻の剣の合成材料となるって書いてるから気になってんだよね、前の回からね。合成っていう概念がまた後であるのかな、それも気になるしな。お、なんかお花畑みたいの来たけど、これはまきびしだな。で、まきびしがいっぱいあってここに合成の袋、あ、なるほど、はあ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 、これでアイテム同士をくっつけんだな。じゃあちょっと今ちょうど冬の指輪持ってるから、でサジータさんたちちょっと待っててもらって、で私が拾いに行けばいいんだな。で足元にある合成の袋を拾う。これはちょっと慎重にやろう。今思いつきでやるんじゃなくて、どっかのタイミングでね、合成することをやってみようか。なんかが、よっぽど強いものができんだろうな。桜大戦ならではの感じのものができるかな。ちょっとお腹空いてきたのもあるし、HP も心配だから、日替わり弁当食べてみるか。せっかくだからね、食べてみよう。ボルシチ。シンプルだけど面白いんだよな。で、進みましょう。お、ボスフロアっぽいとこ来たね。やっとゴールかな。あれは？うわ、沢蒸気だ。蒸気で動く鍵か？お、面白い。丸ごとボイルしてやるよ。とりあえずニューヨーカーっぽいこと言うな。
スバルは忠告する。油断大敵と。分かってるよ、来ます。さてさて、まあ4体沢蒸気がいるのか、ズワイ蒸気だこいつこいつは沢、あ、松葉蒸気か。じゃああそこで見た沢蒸気、テートで見た沢蒸気のもう一個上のやつかな。とりあえずどんどん攻撃していこうか。あ、そんなに強くはなさそう。呼吸を合わせろ。やった、どんどん倒せてるからね。必殺雲雷疾風いきましょうか。雲雷疾風で他のやっちまいな。やった、スバルさんたちも使ってくれるだろうから。スバルさん、やった、よし、オッケーだね。昔を思い出す。決して苦労しなかったね。これマップもよく見ると鍵型なのかなよし、まあ楽勝でしたね。そんなボスらしいボスとかではなかったね。やったな、信じろ。さあ、そこが出口みたいだぜ。スバルは言った。その前にやることがあると。スバルさんから言うのいいね。なるほど。スバルの言う通りだ。それじゃ、行くぜ。勝利のポーズ。決め。ああ、いいね。全員それぞれのね、らしいポーズをとってますね。さあさあ、着いたね、サニーさんの家にね。着いたぞ。ここがサニーさんの家だ。相変わらず私には理解できないセンスだね。本当だよな。右側の大仏といい、正面の鳥居といいな。ちょっと日本を履き違えたらこんな感じだよな。サニーさんが心配です。行きましょう。さあ、どうしてるかな、サニーさん。サニーさん、いませんか？あ、サニーさん。あ、普通にいたね。よかったよかった。いや、タイガ君。サジータに、スバルも一緒かい？サニーさん、無事だったんですね。ああ、まあ、無事だね。ひょっとして、探しに来た？まあ、なかなか来ないからね。リトルリップに全然みんな来ないっていう話で待ってたからな。あんた、シアターに連絡もよこさないで何してるんだ？まあまあまあ、そう怒らないでよ。腰に響くからさ。腰に？もしかしてぎっくり腰ですか？ぎっくり腰？急性の腰痛の総称だ。魔女の一撃とも言われる。そうかそうか、日本独特の表現だもんな。魔女の一撃って英語でなんて言うんだっけ。なんかこの辺分かればね、より楽しめるんだけどね。コメント分かる人ぜひ書いてください。へえ、魔女の一撃ね。そりゃまさにぴったりだ。え、どういうことですか？朝大きな地震があった。ああ、そういうことか。地震の時か。地震があっただろ。その直後のことだけどね、この部屋に突然、ほう、女性と牛のような大男が現れてさ。で、女性が僕に言うんだ。指輪をよこしなさいって。ふっ、それは情熱的だね。だろ？似たような経験は何度もあるけどさ、初対面の女性にそんなこと言われたのは初めてだよ。しかも僕の鼻先に思い切り剣を突きつけてね。それでびっくりしてぎっくり腰か？いやー、いきなりだったから驚いて腰を打っちゃってね。まさに魔女の一撃だよ。うん、確かにな、まさに魔女の一撃だな。いやー、ジャンヌがじゃあもうここまで来てるってことか。あまりかっこいいもんじゃないだろ。だから連絡しなかったんだ。みんなには心配かけたかな。指令なんだからさ、無責任でしょう。何も言わないと。それはいいんですけど、結局指輪は渡したんですか？っていうか、なんだよその指輪ってさ。まあ間違いなくジャンヌの目的を達成するために必要なものってことだよね。これなんだけど、探してた指輪じゃなかったらしくて。あ、そうかそうか、サギさんが持ってんのはジャンヌの目的のものじゃないんだ。牛くんがゴミ呼ばわりして怒って投げつけていったよ。スバルは感じる。これはただの指輪ではない。古ぼけた指輪だが、とても歴史と価値を感じる。そうか、ただの古ぼけた指輪だろう。なんだろうな。で、こっちは？それならこっちのダイヤの指輪の方がいいだろう。スバルは思った。金銭的価値しか測れないほど
測れないものほど哀れなものはいないと。うん、なんかあるんだろうな、霊力的な。おお、いい絵だな。なんかあるんだろうな、霊力的な感じなのか何なのか。それじゃあ聞いてみようぜ。おい進次郎、あーなんか聞かれるな。わひゃ、僕ですか。後ろのサギーさんの顔もいい顔してんだよな。私の指輪とスバルの指輪、どっちが価値があると思う？っていうか、そりゃどっちも僕の指輪だけどね。そうだな、まあ気になるのは、あでもこれにしようかな、どっちもかな。はあ、やっぱりな。そう答えるとは思ったよ。もう進次郎の性格分かりきってんだな、サジータさんは。確かにどちらの指輪にもそれなりの価値はあるだろう。どっちか気に入った方をあげようかと思ったけど、さすがに両方ってわけにはいかないな。ああそっか、選んだら片方もらえたのかな。え、そうだったんですか。さあシアターに戻ろうか、今日は僕のおごりだよ。じゃあなんか装備品として使えたのかもね。ああやって冬の指輪とか経験の指輪とかアイテムあるから、ここでの選択によってはこの後のね戦闘で実際に使える指輪がもらえたのかもしんないね。ありがとうございます。まあでもね、サジータさん、スバルさんにね優劣つけるわけにいかないから、どっちもって選ぶのが一番だったかなとそれでも思うけどね。ああ使えた、うん、じゃあさっさと帰ろうぜ。はい、まあぎっくり腰だったってことね。あれ僕ぎっくり腰なんだけど、誰も背負ってくれないの？とほほん。さあさあ、まあちょっと分かった情報とかなんか出てくるかな。いやー悪いね、タイガ君おんぶしてもらっちゃって。結局タイガ君がおんぶしたんだな。いえもう大丈夫です。サニーさん結構体大きいからな、進次郎みたいな小柄な男が持ったら大変だろうね。やっぱりその魔女が例の女剣士ジャンヌかな。その方が探していた指輪はどのようなものなんでしょうか。ああ、なんて言ってたかな、うろ覚え。いや、なんか織姫くんと同じようなタイプの言い間違いだな。ウロボロスの指輪とか言ってたかな。ん？あれ？どっかで聞いたような。ウロボロス？ウロボロスっていうのは錬金術のシンボルよ。へえ、そうなんだ。蛇が丸まって輪になった形が無限や永遠を意味するの。はあ、はあはあ、錬金術ですって？そんな非科学的な。錬金術は必ずしも非科学的というわけではない。そうだね、なんか科学の根っこみたいなイメージはあるよね。物理学者のニュートンだって錬金術の研究をしていたんだ。まあそうなんですか。鉄を黄金に変える怪しい研究だったのは否定しない。ただその研究過程で多くの薬品や科学的な発見があった。そして今でも科学という名前で発展し続けている。まあそうだね、そういうイメージはあるよね。じゃあスターもエイハブも全部錬金術なのか。必ずしも間違ってはいないだろうな。まあ大雑把に言うと元はそういうことになるわね。お、通信かな。あら、ちょっと失礼。どこからでしょう。ウロボロスの指輪か。ジャンヌはそれで何を。ああ、思い出したよ、進次郎。わあ、どうしたんだよ、ジェミニー大声出して。ウロボロスの指輪、どこかで聞いたと思ったら、市長がオークションで落札って、テレビで見たんだ。はあ、そうか、ニューヨーク市長。ニューヨーク市長か？結構この物語にもちゃんと出てくるもんね、ニューヨーク市長ね。となると、ジャンヌが次に狙うのは、市長？その通りよ。たった今連絡が入ったわ。市長はジャンヌたちに追われ、摩天楼タワーに身を隠したわ。はあ、そうかい。現場に向かって市長を無事保護してちょうだい。次のミッションはそれか。人生はエンターテインメント。いつ？ショータイム。さあ、準備はいいかな？大河君。出撃命令を。いや、いいね。サニーさんのこの言葉聞けるのがね。はい。ニューヨーク歌劇団星組、出撃です。
目標もう天狼タワーで、じゃあこれ言いたいな、すべての窓拭き掃除です、イエスサーって、そんな話だったっけ。いやー、進次郎一人やれ、スバルは思った。タイガの冗談は分かりづらいと。そうかい。大神さんと比べるとちょっとなかなかジョークが通じにくいのか。あ、でもいいね、こうやってみんな揃ったね。あのね、ちょっとこれこの間発見したんですけど、これこうするとね、 B ボタンを押すと立ち位置入れ替えみたいなのがこれできるんですよ、シュッてね。だからこれでプラムさんここ座ってもらって、でアンリ君も同じ要領で、まあここにサギーさん来てもらって、あ、これでいい感じじゃない。ちゃんとみんな画面に収まりましたね。これでまあニューヨッカー劇団はほぼフルメンバーだもんね。まあ他のね、王さんとか香山隊長とかもいるけれども、まあこのメンバーでね、全員揃った感じはありますよね。じゃあ、帝国歌劇団よりは一足短い感じのストーリーで、いよいよメンバー選んでの出撃になるわけだね。じゃあ次はニューヨーク市長を保護しに行くという形でね、摩天楼タワーへのミッションやりますね。じゃあね、次回も楽しみにしてください。結構ね、面白い場面があるから、それも見ていきながら、そろそろニューヨーク編が終わりになって、パリ編になるでしょうね、この感じだと。そこもちょっと楽しみにしておきましょう。はい、じゃあ、見てくれてありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。次回も一緒にお楽しみください。見てくれた全国の隊長に敬礼、摩天楼にバキューン。